はい、販売は済ませる。これですね、これがサンディプリンターの、下段の方のね、部品ですね。こうなってるんだね。あ、なるほどね。で、コードはね、またちょっと変えればいいですね。これは、まあ、差し込めるんだろうけども。携帯がちょっと違うけど、こっちか。こっちがついてるんだ。ね。こっちの携帯だね。それで、これは、色がついてるんだろうけどね。なるほどね。この辺もちょっと気をつけないとね。ちっちゃいんで割れやすいんで。これが、何本です。モーターね、うん。高速モーターらしいから。これ上についてるのかな、これ、こういうのね。ね。ついてるから OK だ。ちょっと組み立てる時間がなくてね、お金稼ぎしないといけないんで、今、危機なんだね。これはこういうやつね。なるほど。しっかりしてる。メモリカードがついてましたんでね、それでね、それとこれですね。この部品ですね。うん。このメモリカードついてるんで、リーダーとね、4ギガですね。がついてたんで。で、あとこれは消耗品なんで気をつけないと、このベルトがね、ね、結構大切だな、このね。ということですね。まあ、これ2段で、ね、これが、で、これは何だろう。あ、これが、ね、ボードですね。なるほどね。こういうのがついてると。こういうボードですね。マニュアル。こういうの、ファイル今、見たらね、こういうのがついてたんですね。これは何でもないな。これはなんか、そうね。これで開くと出るかな ?SL って言って。C の悪くなってるけど。ね。ちょっと広くんで、これちょっと。あ、3.15 ね。これでデータ読めるんだな。これダウンロードしたんですよ。キャドね、サンデブリタ用のプリンター読み込み中ってやってて、どんなデータなのかな。ちょっと時間かかるんで、痛くまでこちらの方とかね。YouTuber の何でしたっけ、やってる人で稼いでる人もあるが、自分が下手くそで売れてるだけで、こっちの方が全然うまいですからね。で、これですね、こういうふうな、自分が下手くそで売れてるけども、下手くそらめちゃめちゃ下手、パークリンでしょ、人間だからね。それで、こ
ちが攻めてきたんですね。で、でこちらですね、まあ、全部こういうふうに取りますね、データ取りますね。このようにね、読み込めるんで、準備はできてるんじゃないかと思いますけどね。で、まあ、他にもあるんで、まあ、これは、他でもこうできるのかな。ああ、重なられちゃうのかね。ああね、なるほど。これ消耗品かな。まあ、ちょっとこう、切っといて。ね。まあ、このファイル、こちらですね。このサンドプリンターで、こうリストファイル。これは何だろう。セットアップビートハウスとか、ね、なんかいろいろアプリケーションがあるんですね。うん、なるほど。これもいい、なんかツールがあるんですね。こちらなんだけど、うん、ファイルのリストにこう入ってるんで、ね、ね、ああこの設定ね、設定も書いてあるんでちゃんと、ね。レポート、この設定してくださいということですね。マス目はちょっと違うけどね、300、300でしょ、こっちね。よくちょっと注意しないといけないね。0.3 とかね。OK、OK。まあそんなことですね。サンデープリンターが届きました。完成1300円ちょっとね。別に料金かかりますけども、親切にね、日本国の